吉田正尚、前半戦終了。3割1分6厘、10本、44打点、OPS。874、こいつの率直な感想。ようやりすぎとる。バケモンよな。なんで日本時代騒がれなかったんだよ。日本時代もバケモノ的。焦たん。OPS、874でそれはないわ。日本時代もホームランって20本そこそこのバッターよな。メジャーでも同じくらい打つとか、すごすぎやろ。京セラ的、日本で2番目にでかい球場や。メジャーの方が京セラなんかより、はるかにでかいけどな。打撃だけならイチロー超えてて草。行く前から、バカにしてたなんジーミンが5に引けなくなって逆張りで叩き続けてるの惨めすぎ。イチローは今の MLB で、この成績はまず無理、でも選手としてはまだまだ格上。日本人野手で10年以上、レギュラー格って、時点でもワンタッチャブルやからな。去年の鈴木も前半は良かったやろ、後半からが重要よ。鈴木は5月までやろ、全く違うわ。しかも、吉田はいきなりぶち当たった壁を乗り越えてのこの成績やし。打率もホームランも予想以上すぎる。オリックス時代と変わらなくて草。通年、2割8分で15本くらいと予想してたが、ここまでとは。お前変わらんかったな。皆さんは、吉田選手の成績どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。